今日は夜から沖田さんにちょっと誘われてパトレイバー2の映画を見に行くんですが、まあ、それまでお昼ちょっと健太さんのお店でご飯食べてからゆっくりして向かおうと思います。ちなみに普通に明日出社なんで、もう仕事道具も全部持ってきて東京に一泊して会社に向かおうと思います。どうです？思ったよりだいぶ早く着いちゃいました。確かにもう慣れたもんですよ。どこでもどうぞ。なんかオペラさあ、唐突に Z サイドの収録が始まりまして、今健太さんと一緒に聞いてます。また上村食堂に来たら毎回頼んでるチーズトリオ、今回は大盛りを頼んでみました。めっちゃ美味しそう。ほぼ血液検査しかしない。そしてちょっと暇すぎていじけている店主さんです。マグさん来てくれてありがとう。話し合えてからだいぶ気が楽だった。確かにこれ僕あの結構長い時間いることになりそうです。はい、お願いします。急にあの怒涛の女性のお客さんが大量に来て、忙しい時期を終えて一瞬だったね。本当にすごかったですね。一回転で終わっちゃったよ。全席埋まっちゃって3時ぐらいに全席埋まりました。そう、なんであの席あの時間に埋まるんだよ。くそ、もっと早くみんな来てくれればいい。あ、こんなことはちょっといや、僕もカットしません。もうめんどくさいからカットしません。うちじゃない、もっとみんな時間早く来てくれたら空いてんのにって言う。すいませんでした、お断りした皆さん。いやでも本当に確かにあんなに一気に大量にお客さんが来るとは。急に来たね、本当にね。本当に来ましたね。なんすか。閉店したのにこの人まだ店に居座るんですよ。どうにかしてください。まあ全部あの師匠に文句言ってってください。師匠の顔が見てみたい。出てこいや。やばいやばい、怒られる。今サンフランシスコにいます。出てこいや。今日のお昼ご飯は何ですか。生姜焼きにチーズでもおろしてください。おお、お疲れ様です。いただきます。すいません、目の前で失礼します。うまっ、俺の飯うまい。まかない、まかない、メニューに載ってないやつ。生姜焼きにアレンジいただける。何気に一番おいしそう。いや、そう、まかないが一番うまい。まかないが一番おいしいですよ、うん、じゃーん、ちょっといつも頼まないガトーショコラを今回頼んでみました。で、あと多分10分ちょっとで出ないと約束の時間に遅れるので急いで食べますということで、長々とお邪魔しました。12時半に来たよね。今ほぼ6時半。6時間滞在しました。濃い時間を過ごしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、映画楽しみでした。はい、行ってきます。まあ、パト1を全く見ずにですけどね、はい、ついにパト2の世界、はい、これで押し守る沼に。決まってないです。まず決まって、これからだ、はい、ということで映画見終わりまして、今ちょっとのりさんと沖田さんはトイレに行っておりますが、初めて今回これ見てきたんですけど、めちゃくちゃ面白かったと思います。一応技研バーで、まあ、序盤の方のストーリーとかキャラクターの、まあ、相関図とかはあの漫画を読んでたので頭に入ってたんですけど、まあ、それとはまたちょっと今回違ったテイストで書かれていて、まあ、それはそれで結構面白かったなって感じがしました。なかなか議論が白熱してますけど、ちょっとお酒も飲んで、どうすか今日。あ、よかったですね。パト2声が、声全然張ってない。いや、パト2映画館で見れてよかったんですよ。パト1の方を先週ぐらいに見ました。映画館で見ましたけど、やっぱそれよりも映画館で見て価値あります。パト1はもうちょっとキャッチーな感じなんですか。キャッチーですね、本当踊る大捜査線。あ、そう、まあ、今回は言えば相棒劇場版みたいなシリアスな感じで、もうある種その もはやあれ OVA でいいんじゃないかっていうぐらいの本当に身内向けのものでした。そうそう、パト2で本当押井監督もレイアウトっていうその画面の配置でパト2で完成させたって、もう本が出てるんですよ。パトレイバー2のあの絵コンテとかがまとめられたもうメソッドというほぼ業界の教科書みたいな感じで、それぐらいこう画面構成がよくできた映画なので、
まあ、劇場で見れてよかったですよ、ね。のりさんはどうでした？最初の劇場公開からもう30年ぐらい経ってるんですかね。まあその分年重ねたんですけども、今も今日も劇場で見て、思い起こすのはやはりこのやっぱり映画は台本が素晴らしいと思います。よくできてる。でその尺でまとめているところはとってもいいんじゃないかなと思います。分かりやすくて、でも押井守が陰で言いたいことっていうのはそれなりのエッセンスが立ち込む持っていて、仮想と現実、現実と仮想、あなたはいつもそっちに行ったり来たりしてるのは日々の生活なんだけども、じゃあもし仮にそれがっていうのがいわゆる反乱みたいな形なんだけども、普段の我々の属してる社会の中でも組織としては、ね、対立があるだろうから、その辺を反乱と捉えたらそれはリアルな世界だろうし、でも、まあないだろうと思うんだが仮想な世界だし、で彼のやっぱりテーマとしては仮想と現実、夢と現実、妄想と現実っていうのが常に来たりしてるのは、彼のやっぱり一貫したテーマの中にあると思ってます。だからそこの部分ではとっても良かったのかな。最初の作品としてまず一つの完成形としてパトレイバー2があると思いますね。天使の卵や、ビューティフルドリーム、あるいはパトレイバー1っていくつか、まあ、いろいろ物議を醸し出した作品というのはたくさんありつつも、エンターテインメントの部分で一つまとめ上げられた、はい、素晴らしい作品だったと思います。はい、ありがとうございます。撮れたかバッチリですということで、またもや両国に泊まりに来ました。もう今日はちょっと終電逃しちゃってるんで、まあ元々泊まる予定だったんですけど、結局なんだかんだみんなで飲んでたら議論が白熱して終電を余裕で逃す時間になりましたが、まあ今日はちょっと両国に泊まってそのまま明日朝早起きして会社に行きたいと思います。ということで、おやすみなさい。And I start to clap.